実況するぞ。たまれボンコツ。殴んなくてもいいだろう。騒音レベル80デシベルを検知しましたので黙ってもらおうと。本当に AI ロボットか疑うレベルで手が出るよ、なることは。てかマスタージュエルするのにガム来てないぞ。事情があって来れないそうです。なので私が代役で。そうなんだな。まあ今画面操作してるからですけどね。めたいな。デハ茶番はここまでにして実況をしましょうか。4月4日から新しくカードが追加されたわけですが、狙い目はやはり表示されているパックの方でしょうか。そうだな。ビヨンドザスピードのスターダスト系が狙い目だな。クソ強いフルールドバロネスは狙わないんですか。当たればいいかなってくらいなんだが。ロケ長いで当たっちまった。この先走り野郎、そのシンクロン3枚出てんじゃねえか。もはや消化試合だろ。いやいや、これが当たってないからまだ見どころは残ってるぞ。シューティングセイバースタードラゴン、ターン1で相手モンスターを選んで無効、通常攻撃に加え墓地のスターダストおよびそのカード名が記載されたカードの数まで攻撃、さらに相手効果発動時エンドフェーズまでこのカードを除外し発動を無効にして除外。旧星ユーセイバードラゴンとドラゴン属シンクロモンスターを含む支柱な1体以上の星11、シューティングクエーサー等について召喚コストの高いロマンカードですかね。いや、スタダ強化なんだしワンチャン召喚できるだろ。ま、当たればの話ですがね。おん、俺は当てるぞ。無理無理、ガチャ運そんな良くないくせに。当たったらお触りしようが、恥ずかしいポーズだろうがしてやりますよ。やっぱりなしは無効だからな。それじゃ。行くぞ。UR 確定はあるがさっきのと比べたらちょい不安。なん、だと。おっと、早速フラグ回収か。当たらなければどうということはない。セーフ、危ないところでしたわ。まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。お、SR2 枚確定。だがかぶり、残念でしたね。でもポイントに変えられっからいいんだよ。またしても2枚確定。ネクロはシンクロン枠、スピーダーで出せるからありがたいぜ。ふ、負け惜しみを。何言ってんだ、必要ないカードはないんだぞ。く、UR 確定きましたね。よっしゃー。あーかしよー。あーやばい。まさか20連目で出てしまうとは。これでルーコとはさっき言ったことをやらなくちゃいけなくなったな。いや、わかりやすすぎる下打ちよ。わかりましたよ、何かやりますよ。やらいいんでしょ。まあまあ、まだジェムは余ってんだ。お楽しみはこれからだぜ。は、仕方ないですね、付き合ってあげますよ。そう来なくっちゃな。レアガチャ演出長いのがネックだな。当たったパックのとこだけピックアップすっか。それあまり良くないのでは。皆さんは爆死するところが見たいんですよ。だが断る。うぜぇ、ネクロですね。あれ、光ってないですが。ふっ、光ってなくても出ちゃうんだな、これが。うりぃ、嘘だろ、マジか。ジャンクスピーダー2枚目だぜ。今度は確定枠なのに光ってないですね。光ってるのに出ない時と出る時があるんだよな。今回は余裕マハーマですね。またしても基準がわからないですね。スピードロイドスクラッチ、これは神の方でも当たったんだよな。青から金に変わりましたね。昇格演出だぜ。これできたのは確定2枚。お、3枚だったわ。当たりすぎですよこれは。これぞ俺の幸運だ。しかもシンクロオーバーテイク2枚、やったぜ。7パック目は2枚。中身はレッドデーモンズとフルールドフルーレでした。さあラストだ。え、これは未来オーホープが出てきた時は、加工カードが出てくる確率の高い演出だ。うおー、バロネス2枚目だぜ。呆れるくらい当たりましたね。もともとマスタージュエルのガチャは当たりやすいらしいからな。
で、せっかくだからスタダスラッシュバスター狙いでこれ引くぜ。さすがに一点狙いでもう来ないですよ。当たればいいくらいにしとくぜ。で、引いたものがこちらになります。全カットかよ。ブルーノー。うっさ。てなわけで初実況のガチャ動画はこれで終わりだが、最後にルーコトにはなんかやってもらわないとな。なんかって何ですか？そこは自分で考えたやつでいいぞ。視聴者が喜ぶようなやつで頼むわ。はぁ？どうせ皆さんは。へ？なんで俺に近づいて。な？こういうことも全然できるぜ。何やらかしてんのこのメイドは。こういう浮き体じゃラブラブキャッチャーオフのラッキースケベラブコメが大好きなんでしょ。偏見すぎるぞ。サービー様やりなさいよ。何をだよ。密着してんのにもまないとかありえないでしょ。おいバカやめ。ほらやりなさいよ。何とは言わないですがもりなさいよ。もねよ、もねすってんだろう。押しが強すぎんだろ。そっちがやらないならこっちがさせますよ。あ、やめ。ほらどうですか。ロボットと早い女の子の胸ですよ。喜びなさいよ、喜びなさいよ。無理やり触らせといても喜べないだろ。はぁ、わがままですね。だったら服の腕がつきますよ。それなら満足でしょう。おい、いい加減にしてくれよ。二人とも何してるのかしら。あ、ずいぶん楽しそうにしてたじゃない。いやこれはルーコトがいきなり。うわあ、霊夢様助けてください。 D 様に襲われたんです。てめえ何嘘言って。私がゲームの賭けに負けたからって。負けたんだからやることは分かってんだろうな。ゲヘヘヘヘ。俺そんな下痢た言い方してないだろが。言い方じゃあ内容は概ね合っているってことかしら。いやそれはその覚悟なさい。というわけで今回の動画はここまで。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。避けないで、当たらないじゃない。当たりたくねえから避けんだよ。イエーイ、ご視聴ありがとうございます。